今岡英史のぶらり歴史探訪チャンネル。今回は世界遺産の白川郷五箇山編の前編として、こきりこぶしのふるさと五箇山や愛の倉の合掌造り集落、富山県内最古の木造建築物白山宮などを紹介。久々にジャスラックに引っかからない歌声を披露したり、五箇山のおすすめランチなんかも紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。 Here we go。というわけで、今回行き取りますのは五箇山の、ここが愛の倉集落となります。五箇山というと白川郷とちょっとどうしてもね知名度が劣るんですが、こちら富山県の、五箇山愛の倉集落と、菅沼集落、こちらが五箇山ということで、こちらも実は世界遺産となっております。白川郷五箇山の合掌造りが世界遺産登録されております。ちなみにこの辺の一帯の皆さんは、平家の落人が住み着いた子孫と言われております。木曽義仲と平のこれ森が戦った栗原峠ですな、の戦いで、敗れた平家の落人が、こちらの方に逃げ隠れて住み着いたと。なので、この辺一帯の方々、未だに平家の家紋を使っておられる方もいらっしゃるということでございます。ぶっちゃけたところ、五箇山は、どうしてもね白川郷に比べると知名度が劣るとは言いましたが、実はこの五箇山皆さんが結構ご承知のものが一つあります。というわけでとりあえずこの曲を聴いていただければと思います。こきりこの竹はし寸五分じゃ長いわ、袖の金かいじゃ窓の三叉も手でレコーデン、晴れの三叉も手でレコーデン。というわけで、このこきりこぶし、実はこの五箇山が発祥と言われております。ちなみに自分、20代の頃はバンドのボーカルとして活動しておりましたので、当時の場所はこんな感じでございます。で、現在がこんな感じという感じで、逆の意味で、劇的ビフォーアフターという歌詞ですな。たまにどうしてこうなったっていう聞かれることも結構多々あるんですけども、当時は音楽漬けの毎日でね、それこそスタジオ練習であるとかライブ活動の日々やっておりましたんで、自然と体力も使いましたし、肺活量を鍛えるために毎日10キロランニングとか、日課にしておりましたんでね、それを止めたらこうなってしまったという感じで、特にね、肺活量アウトのためにランニングやってた時にはスウェットスーツ着込んでマスクもつけて10キロランニングしてたんで、周りにプロボクサーでもそこまで早々しやらんぞとよう言われておりました。それをやめるとこうなりますかな。で、久々に歌ったこのこきりこぶしではありますが、実はこれ日本で最も古い民謡と言われております。歌なのに国の無形文化財にも指定されているという、成立期限不明の歌です。無論作者もね不明なので著作権不利とジャスラックも何も怖くございません。
あの石が廿日石。この石があの雪から見えてきてると、あの、だいたいそこから20日ぐらいで雪が溶けてなくなると、村全体が雪から雪解けになると言われております。ちなみにうちの実家は広島県の廿日市なんですけども、ちょっと親近感ありますね。民宿だね。ちなみに古切子節の成立年代は不明なんですけども、まあすでに江戸時代の天明の時代に書かれた古紙の下草であるとか、あとは文化の時に書かれた祈願北国純情記に古切子節の名前を見ることができるので、まあ、少なくともそこまでは遡ることができると言われております。ちなみに古切子節の、意味としましては、古切子の竹は七寸五分じゃと、まあそのまま七寸五分っていうのが大体約23センチメートルなんで、で金貝蛇の意味は邪魔になるというわけで、古切子の竹は七寸五分じゃ、長いは袖の金貝蛇、まあ、23センチ以上あったら袖の邪魔になるよという、まあ、そのため意味だけ の、あのかなりファンキーな歌詞でございます。ただこの歌詞のおかげで古切子 の、あの竹の形状が全く昔から変わっていないという、学術的資料的には非常に意味のある歌詞でございます。なんか合唱作り等身大的な。てかめっちゃあの洗濯物干してるし、いい感じ。これはもう疲れてないよね。野菜小屋的な感じかな。普通に人住んでたんだ、昭和初期までは。かやぶきどころか、そうかや、かやだ。ちなみに古切子節の三叉、窓の三叉も出てる子で、あれの三叉も出てる子、あれこちらはね特に意味がないと言われています。特にね三叉は語源がよく分かってなくて、まああの伊達政宗が、足なしを破った時の歌われた三叉四部、この三叉の方も分かってないんで同じようなものなのかなと。ちなみに三叉しぐれは、三叉しぐれかかやのの雨か、雨も捨ててきて目でかかるしょんがいだという歌詞ですが、この三叉もよく分かっておりません。ちょっと先ほどのところから移動しまして、この辺が愛の倉集落と菅沼集落のちょうど今中間点あたりに位置するところになります。で先ほども申しましたように古切子節のふるさとなわけで、こういうでっかい古切子のお竹がお出迎えしてくれるという感じでございます。ちなみにこの辺にもあの奥の方ですかねに、やはり合掌造りのものがあります。
巨大コキリコ。こちらが白山宮となります、一応富山県の、最古の、木造建築物となっています。この本殿の裏にある鞘堂の中に安置されているという形になりますな。こちらが鞘堂になります。直接中を見ることはできませんが、のぞき穴みたいなのが ありますので、こちらから中を見ることも可能です。本日のランチは、飛騨牛の食べ所の天下さんでいただきたいと思います。こちら、白川村は白川村なんですが、白川郷のあるあたりからそこそこ離れたところにありますので、ちょっとした隠れ家的なお店になります。ここ結構おすすめなんで、ぜひ一度行ってみていただければと思います。それでは早速いただきます。ランチは、比較的安価で飛騨牛をいただける飛騨牛大和味噌御膳をいただきたいと思います。はい、こちらが、飛騨牛大和味噌御膳となります。後半焼きで焼いていただくと、ではいただきます。というわけでお送りしてきました、岡山白川郷編の第1弾。次回もまたお楽しみに。ようこそ歴史探訪チャンネル、どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は右下のボタンをクリック、高評価やコメントもお待ちしております。